はい、寿司三昧そっちね、はい、ですね早速寿司食いたくなってきた、うん、行きますか行きたいね、もうそのことは頭にこんばんたりはい、じゃあまずですね、はい、そんなわけで、まあ前の章でも紹介したように、まあマシンの、エクスパンションを、うん、紹介したいなというふうに思います、うん、はい、で全部紹介してるとキリがないので、はい、まあ配信がおすすめのっていうか、まあ、適当にこれみたいなので、うん、一回ちょっとビートを組むのを見せてもらいたいなというふうに思ってますけど、はい、はい、どんな感じでいつも適当に選んでやってるの？適当ですね、そのまあ幸いいっぱい持ってるんで、うん、そのエキスパンション、うん、そのやっぱあった方がいい、エクスパンションは、うん、もう絶対ですね、あ絶対、俺は絶対そのうん、元々のマシンの音源、うん、まあ、909とかやわやわよく使いますけど、うん、その他、まあ、使える音源いっぱいあるんですけど、うん、拡張派っすね、拡張派、人によってはもうサンプリングして、うん、サンプリングを貯めてってこの中に、うん、これサンプリングもすごい便利なんで、うん、スバンスバンできるんでやっていく人が多いと思うんですけど、うん、俺なんかそのコレクター癖があんまなくて、うんうん、ああなるほどね、このジャズやばいんだよ、うん、ああはいはいはい、とかそういうことがないんで、はい、いつか多分その周期を巡ってくると思うんですけど、うん、でその使えるサンプルがめっちゃあるみたいなノリなんで、うんうん、でその仕事で例えばその CM 仕事とか、うん、なんか音源当てるときはあっちの結構要望があるじゃないですか、クライアントの、うん、こういう感じが柔らかい感じとか、うん、雰囲気なんかちょっと激しいやつがいいとか、うん、ちょっとなんかポップでとか、うん、レゲエっぽいとかそういうとこでまず、うん、選んでますね。なるほどね、結構そういう風に分かれてるんで、うん、このジャンルはこれ、はい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 、このジャンルはこれってはっきり分かれてくれてるんで、うん、それに決めてそのフリーセットその立ち上げて、うん、そこから探していくみたいな。なるほど、うん、感じです。雰囲気でみたいな。雰囲気で。なるほど。まあ要望でみたいな感じ。要望ですね。で、うん、自分がその何もこれを作れってそういう、うん、要望がないときは自分で適当にエキスパンション立ち上げて触ってっていい音あったらそこから広げていくみたいな、うん、うんうんうん、なるほど。で、はい、じゃあもうじゃあもうやるっていうことなんですけど、はい、まあやっぱりデフォルトで最初から入っている音源だと足りないから、うんうん、まあエキスパンションがありがたいってことなんだけど、はい、プロジェクトっていうのがあるの？そうですね、そのなぜ例えばじゃあ、うんうん、早速行って、うん、撮ってるよねこれ。撮ってます。バッチリ。じゃあそのソーラーブレイズ、うん。じゃあ画面見てみましょうね。画面、ね、はい、今ここで、うん、これはマシンの画面ですね。もうマシンの画面。はい。一番最初のニュープロジェクト立ち上げた、ニュープロジェクトって感じです。もう。もう何も入ってませんみたいな。うん、でここに上に、うん、ライブラリーとファイルってあるんですけど、うん、ここ何をどっから読み込むかみたいな。うん、これはもうユーザーライブラリーのとこで。ここで1,2,3,4,5,6、まず6箇所選べるんですよ、うんうんうん、で、この左がプロジェクトですね、オールプロジェクト。でも今ここを押しただけやったら、うん、オールプロジェクトになってるんで、その全ての俺のとこに入ってるエキスパンション全てのプロジェクトなんです。膨大な量になります、うん、プロジェクトってな、見本みたいな曲っすね、もう、うん、ほんまにそのプロジェクトデータ全部シーケンス組んだ、うん、もういろいろ重ねたみたいな、うん、出来上がりって出来上がりの音源です、ね、出来上がりの音源がこんだけあるぞみたいな。でもバラで出るわけだよね。出ますだね、はい、でもこのじゃオールプロジェクトで、うん、今回その7個のうちの1つ、うん、ソーラーブレイズいくと、ソーラーブレイズか、うん、1,2,3,4,5,6,7 個あります、うんうん、で、ここじゃあクリックしてクリックしたおうするとですね、おもちろんこのすごい、こっちのバラで出てくるわけだ。さらに、うん、そのこれは全部で4チャン使ってますね。4、ああ4つのトラックに分かれている4つの、うん、そのグループに分かれたやつで1曲を構成してると、うん、なるほど。再生すると、うん、一曲通して入ってる。はい。で、ちゃんとここ展開もここで目で見れると。なるほど。これがプロジェクト。かっこいいですね。うんうんうん、ね、もうすでにね。すでにもうこれをちょっと組み替えて売ってしまえばいいんじゃない。人によっては、うん、でも一応できるからな。そうですね。まあこれ使っていいやつなんで。うん、
使っていいやつだよね。もちろんこのエキスパンションなんで、うんうん、それ使うはどう使うかは自由で、うん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 、例えばそのはいソロでなんとこれでそうソロボタンを押しながらいくとどこのトラックで何が鳴ってんのかとか、おおこれもいい曲です、いい曲です。ここはもう、うん、こういういろんな4つのグループを合わさって、なるほど。なので一番こう曲でパッと弾きたかったら、曲で弾きたかったらこいつだけ抜いてしまうとか、うーん、なるほどね。こいつをいただくとか、こいつをきっかけにサンプリングでスタートするとかもありかなみたいな、うん、まああと見本になるよね。あ、こうやってやるとこういう感じなんだみたいな、ね、まさにいい手本が入ってるんで。なるほど。しかもちゃんとクオンタイズがぴったりじゃない曲もいっぱいあるんで、もうちゃんとずれて、うん、そのグルーブを生むという言われてる、その、まあ、要はこうリズムが 1-2-3-4-1-2-3-4 っていうののちょっとずれて揺らぎがね、そう、その揺らぎが生まれてる。で、結構こだわって作ってるそのトラックメーカーさんが多いんで、うん、そのビタビタの曲もありますし、うん、ちゃんと入れてるとこもあるんで、うん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 、そういうのグルーヴの参考にもなる。はい、うん、そうなんです、うん、まあ、こうやってなんか各、うん、これは違うプロジェクトをまた立ち上げてみると。そうですね、うん、毎回毎回このこっちからプロジェクトでいって言ったらあるので、うん